皆様こんにちは、今日はですね8月9日、昨日ね8月8日ライオンズゲートがですね最大に開きまして、宇宙からのエネルギーがですね非常に強く、降り注いでいます。今日もね、昨日に引き続き本当に、エネルギーの強い、空が、見えていますけども、実はですね今日、非常に貴重な気象現象をですねいくつも撮影することができました。ただの気象現象というよりはですねそういった宇宙エネルギーも混ざったですねとてもエネルギーの強い映像だと思いましたので急遽ねちょっと編集して皆様にねお届けすることにいたしました。で一番メインはですねこれまるでですねこうライオンズゲートそのものなんじゃないかというようなですね美しいダブルレインボーを撮影することができたんですね。でしかもこれがですね空からです。飛行機の中から撮影することができました。でそしてさらに、これはですねちょっと不思議な、神秘的なものなんですけども、虹色のですね絨毯のような、現象も出現したんですね。でこれ正直なんだかわからないんですけどもとにかく、エネルギーの強さを感じられましたので、ぜひですね皆様に、ご覧いただいてですねぜひですねこの虹色のエネルギーをですね、皆様の魂にもですね取り入れていただきたいなと思っております。実はですね今日、この私が乗った飛行機はですね通常ですね JAL ですとWi-Fi が使えるんですけども何かですね装置の不具合ということで使うことができなかったんですね。ですので普通ですとこうスマートフォンでですね私は飛行機の中で仕事をしたりですね調べ事をしたりするんですけどもそれが全くできなかったんですね。でこの時にちょっと私パッとこう感じましたのはこれはスマホは見るなということだなとリュウさんのメッセージだなというふうに感じたんですね。絶対に空で何かが起こるというふうに感じましてですので私ですね今回この飛行機の中でですね沖縄から羽田まで一切トイレにも行かずですねずっと空を見続けて撮影し続けたんですよ。そうするとですねこれダブルレインボーだけじゃなくてですねそれが出現する前にも本当にですね美しい、夏のですねすごい黙々の雲それがたくさん乱立するようなですねまさにこう雲の森のようなですねそんな場所を撮影できたりあるいはですね竜雲さんもたくさん撮影できました。さらにですね太陽の周りに出るハロですねそういった虹色現象もたくさん撮影できまして羽田空港に近くなった東京の空の上でですね美しいダブルレインボーそして虹色の絨毯が撮影できました。ぜひですね美しい虹色のエネルギーを皆様に受け取っていただきたいと思います。
いや本当にですね、美しい空、まさにですねこの時期、ライオンズゲートが開いている時期はですね、たくさんの見えない存在たちも流れ込んできているなというふうに感じるんですよね。ですので本当に空が、楽しいというか、いろんな鳳凰の雲さん、龍さんの雲、いっぱいいるなというふうに感じました。そして最後にですね、これ東京について、これあのインスタにはもうアップしたんですけども、東京に着きましてですね、羽田空港からバスで向かっている途中にですね、こちらこの雲が出てきました。これもまさに私にはもう龍さんにしか見えないですね。本当に東京に帰ってきた瞬間に龍さんに出会うことができました。ということで、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、そしていいねボタンでの応援いただけると嬉しいです。またですね、インスタグラムもやってますし、あとジャパンビューティーのファンクラブもあります。概要欄にですねアドレスありますので、ぜひご覧いただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。